アリアです。ピンクラテティビ始まるよ、イエーイ。最近ピンクラテ TV や撮影とか行えてないんですけど、ピティさんからこの大きな箱が届きました。中身はピンクラテのお洋服らしいので、早速開封して紹介したいと思います。それではレッツゴー。はい、じゃあ最初に1個から手に取ったものを紹介していきたいと思います。いっぱい入ってますね。じゃじゃん、これはショートパンツですね。なんかすごいベルトとかも多分付け外しできる感じのベルトもついてて、すごい可愛いです。じゃあ次はおー、ドゥドゥーン、ワンピースかな。あ、この裏がすごい可愛いですね。フード付き、これもベージュで多分着こなし面白そう、いい感じですね。じゃあ次は何かな。あれ、なんかカバンも入ってました。すごい、めっちゃ可愛い。こんな感じのカバンなんですけど、なんか文字も茶色になってて、すごい大人っぽくてガーリーな感じです。これはめっちゃ可愛いですね。じゃあ次はデデン、これはスカートかな。こんな感じのスカートです。しよしよ多分ダンボールに入ってたから。でもこんな感じの切り替え式なスカートで、あとベルトもついてます。これもガーリーですごい可愛いです。なんかすごい盛りだくさん入ってるので楽しいですね。うん、可愛い。これなんかアリア色違い持ってたので黒で良かったです。すごいね、ここのスケスケ感がアリアは好きガーリー系の服も多いかも。あ、次はカジュアルだ。ドゥドゥン、ジージャーン。お、フードもついてます。こんな感じでね、ジージャンいいよね。ちょっと肌寒い時とかに着れるし、すごい可愛い。お、カジュアル系も入ってますね。じゃあ次、でーん、あ、なんかちょっと長めのスカートです。ここにね、ラインも入っててスポーティーな感じですね。ここもライン入ってる。これも可愛いね。なんかこの丈が珍しいからすごいいいかも。じゃあ次は、お、セットアップ、セットのやつです。これはすごい可愛いやつですね。なんていうんだっけ忘れちゃったひらひらでスケスケで可愛いです。じゃあ次、ででん、あ、今回もスケスケだ。え、可愛い。これブロックチェック、あ、チュールですね。これはブロックチェックのスカートにチュールがついてます。チュールスカートですね。これはね、足細効果があるのでめっちゃいいと思います。あ、なんかパスケースも入ってました。めっちゃ可愛いんだけど、アリア、パスケースちょうど欲しかったのでめっちゃ嬉しいです。ワンちゃん、ワンワン、めっちゃ可愛い。これ嬉しい。じゃあ次はダダン、 T シャツですね。あ、七分丈、いや T シャツです。こんな感じのちょっとクリームっぽい黄色ですね。これもね、さらっとしてて着やすいですね。じゃあ次、ね、すごい、見て、三色帽子三色団子みたい。こんなキャスケットが3種類入ってました。すごい、これはベージュの感じでいろんな服に合わせそうです。で、こっちがさっきと色違いの、今度はデニムですね。デニムもいいよね。で、これがちょっとだけちょっと違うのが、ここにピンクラテとここにピンクラテが入ってます。黒は一番使いやすいですね。帽子も入ってるとかマジでやばいじゃあ次、じゃん、あ、ワンちゃんかわいい。しかもここに多分開けるところがあって、こんな感じでね、肌見せもできるいいアイテムですね。あと七分丈だし全然良さそう。じゃあ次、あ、これはもしや、セットアップですね。じゃじゃん、このチェックのセットアップです。これはまずシャツで、これ後ろがめっちゃ可愛くて、こんな感じの、なんて書いてんだろう、があります。で、これは下はミニスカートになってます。ここのね、ロゴも
すごい可愛いです。セットアップはやっぱすごい、ね、可愛いしめっちゃいいと思います。じゃあ次、お、またまたチェックスカート、これはプリーツですね。しかもこうやってベルトがついてて元からついてるタイプですごい何でも合わせやすそう。じゃあ次、結構紹介しましたね。何点ぐらいだろう。お、わーかわいい、これこんな感じのベルトみたいなのもついてます。しかもね、黒だからすごい使いやすいと思います。ベルトも取り外しできるし。じゃあ次の、これはレギンスですね。このラインが2つ入ってる、これはなんかみんな入ってるし、スポーティー感があって何にでも合わせやすいので、これはめっちゃいいと思います。最高。あら、このポンポンはなんだ、なんかキーチャーム、これは多分いろんなところにつけれるチャームですね。ポンポンが可愛い、鍵とかカバンにつけてもいいと思います。じゃあ次、あ、タンクトップも入ってました。黒の無地です。これはね、インナーとしてもいろいろ使える。次、あー、これかわいい、ここのロゴがなんかウエストがキュッて締められてスタイルアップになると思います。で、ここもちょっとなんか切り替えっぽくなってて白です。かわいい。あ、これもついてる、なんだっけ、さくらんぼ。お、じゃあ最後です。最後はダダン、スカート、これめっちゃかわいい。ここだけプリーツになっててすごくかわいいです。しかもこれズボンなんですよ。ショートパンツ、スカートに見えるけどショートパンツ、すごいね、何人でも合わせやすい。ベージュですね。ちょっとベージュ系とか黒とかが多かったですね。あ、最後になんか手紙も入ってます。手紙、あ、ピーティーさんからの手紙ですね。こんにちは、お久しぶりです。元気にしてますか。ピンクラテのサンプルリクエストプラスアリアに似合いそうなものを勝手に選んじゃいました。えへ着てくれると嬉しいです。早く一緒に撮影できる日が来ますように。コロナ健康には気をつけてね、ピティより。おお、めっちゃ可愛いキキラノのやつで書いてくれました。はい、今紹介した中でアリアが気になったものとかおすすめの商品をコーデを組んで今から着てきて入れたいと思います。それではどうぞ。はい、一つ目のコーデはこんな感じです。じゃん、一つ目のコーデは全体的にカジュアル系にしてみました。まず上からこの G ジャンは、 G ジャンについてたフードを取り外して中のワンピースのフードを出してみました。そしてこのワンピースにちょっとだけ出てる黒なんですけど、これはショートパンツを履いてスタイルアップ効果を出しました。これはね、脱いでもすごく可愛くて、脱いだらこんな感じです。ワンピースの後ろに可愛い文字が入ってるので脱いでもすごく可愛いコーデになってます。じゃあ次、2つ目のコーデいきます。レッツゴー。はい、今回のコーデはこんな感じです。今回はガーリー目にしてみました。上はピンクラテのスケスケのとても可愛い、下はベルト付きのこのプリンツカット、これもピンクラテのキャスケットです。全体的に黒とベージュでまとめてみました。すごいね、可愛い感じになっているので、みんなも真似してみてください。じゃあ次いきます、どうぞ。はい、今回のコーデはこんな感じです。今回のコーデはこの紫の T シャツとジャンバースカートのセットなんですけど、この中にあえてチュールのスカートを履いて2段重ねのチュールにしてみました。これはね、長さをちょっと長くするためにして、すごくおしゃれな感じになってます。あと中のこのチュールスカート、ブロックチェックになってるんですけど、ここからちょっと透けているのがポイントです。すごくヒラヒラした感じで可愛いです。はい、今回のコーデは終わりです。バイバーイ。はい、3コーデ合計で紹介しました。どうだったでしょうか。いろんなテイストの可愛いコーデを組んでみました。
みんなも参考にしてくれたら嬉しいです。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。